否定されること。小学校の時、卒業文集で将来の夢について書いた。私の夢は幼稚園の頃からずっと女優。いつかテレビの中で活躍できる人になりたいという思いを書き、自分では上出来だと思って先生に提出した。しかし、現実を見なさいと言われ、題材を変えられた。小さい頃からなりたかった女優を否定された気持ちになり、とてもショックだった。それから私は、将来の夢は恥ずかしいもの、さらに、馬鹿にされたくないという思いも強くなり、聞かれるたびに、ない、と答えるようになった。そんな時、コムドットという YouTuber にハマり、その中のメンバー、大和さんが出版した聖域を読んだ。その中の一節に心を打たれた。夢の吸血鬼からは逃げろ。自分の夢を否定してくる人からは、たとえ仲の良い友達でも親しい人でも距離を取れ。自分を否定してくる人が将来自分を養ってくれる人ではない。自分の気持ちに正直になれ。自分まで自分のやりたいことを否定する必要はない。気持ちが軽くなった。そして私は、八戸東高表現科を選んだ。今までにないぐらい勉強して入学できた。これからも自分の夢の実現のために勉強し、頑張りたいと思う。八戸東高1年桜河原な。